皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いを申し上げます。新年早々、菅総理には私の地元三重県の伊勢にもおいでいただき、気持ちよくですね、参拝客の皆様とも交流していただき、そして、今年1年のについて、伊勢神宮で参拝をさせていただいたところです。菅さんの、その前の、新年の記者会見で、総理のお話になったことは、私が地元でお話したこととほぼ共通で、今年の課題として基本的には私は大きく言って2つ、1つはやはり国を開くということ、この具体的な中身がしっかりとですね、進めていくことが求められている。同時に国民の皆さんに国を開くことの重要性ということをまだ伝えきれてないという思いもありますから、そのことについてきちんと説明をしていく。そして2番目は国民の生活の安心安全という観点から社会保障制度の再構築、そのためのビジョンをしっかりと作り上げる。その時に方向性としては国の関与を強める。年金にしても医療にしてもやはりかなり財政的にも傷んでいるわけですから、そこに税を投入するして、基盤を強くしていかなきゃいけないと。世代間の助け合いという考え方だけではやっていけない状況になっていると。そういう中で、財源の問題も含めてこれはセットで議論しなければいけない話、できれば超党派でですね、そういったことについて議論を行って、方向性を出していかなきゃいけないと、そういうふうに思っております。そしてその以上の大きな2つのことを、いずれもなかなか大変な国民のご理解をいただくということは大変な課題ではありますが、それをやっていく上で必要なことは政治に対する信頼、政治のお金の問題など目の前の課題についてもしっかりと前進させていく。同時に官庁として党改革もしっかりやっていくと、そういうふうに考えているところでございます。季節して、総理が新年の記者会見のお述べになったこととほぼかなり共通する話になりました。誰が考えてもそういうことになるのかなと、改めてそういうふうに感じているところであります。そういったことについて官庁としてしっかりと政府を支えて力強く1年間歩んでいきたいというふうに思っております。それから、当面の話ですが、沖縄に日月と行ってまいります。去年のうちに行きたいと思っておりましたが、いろんな事情で、今年になりました。忙しい時ではありますけれども、私自身、沖縄の問題に、外務大臣としても取り組んでまいりましたが、いろいろな問題を前進させるために党として、果たすことができる、そういう役割があるというふうに考えておりますので、今回は第1回ということで、政府ということになりますと、いろいろ身構えなければいけないことも多いかと思いますが、党という、そういう立場でですね、沖縄の皆さんの声に耳を傾けると、そういう姿勢でですね、なるべく回数多くですね、沖縄を訪れて、そして、私なりに、しっかりとお役に立っていきたいというふうに思っているところでございます。私から以上です。